ブランドンことエヴァ・エベルソン・レモス・ダシ・ューバは、ブラジル・サンパウロ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。2002年から2008年まで FC ・シャフタール・ルドネツクに在籍した。2005から06シーズンは15得点で、得点王を獲得した。その他に2度、2桁得点を記録した。2009年1月13日、オリンピック・マルセイユに移籍した。 冬の遺跡にもかかわらず、2008から09シーズンは6得点した。2011年3月、フランス当局に、婦女暴行容疑で逮捕、本人は否認するもこれが、きっかけとなり、クルゼーロ EC へのレンタル遺跡を余儀なくされた。2012年1月に、マルセイユに復帰している。マルセイユに復帰した、期間中にクルゼーロブレミオへのレンタル遺跡を経て、2012から13、 シーズンから2013から14シーズンまでの2年間エース、サンティティエンヌに在籍。2014から15シーズンから SC バスティアに移籍。2017年1月5日、カンピオナートミネーロモドロ2の CA、トリコルジアーノに加入し母国へ復帰。翌月2月17日、カンピオナートブラジレーロセリエ B のロンドリーナ EC に移籍することが発表された。 2017年7月17日、ギリシャのレバディアコス FC に移籍した。2014年8月16日、リーグアン第2節のパリ・サンジェルマン FC との試合終了後にロッカールームに引き上げる際、ティアゴモッタの顔面に頭突きし、鼻を骨折する重傷を負わせていたことが判明した。この事件に対し、PSG のナセル・アルケライフィ会長はブランドンに対し、 生涯出場停止など、厳罰処分を求めた。8月18日、所属先の SC バスティアは、言い訳の聞かない具行を犯したとブランドンを非難した、ものの対応として、処分は、サッカー連盟に委ねるとの声明を発表した。8月21日、フランスプロサッカーリーグ連盟は9月18日まで、暫定出場停止処分を言い渡し、18日に6、 1>, 1ヶ月の出場停止処分が言い渡された。11月27日、今回の頭突き事件に対し、裁判所から1ヶ月の有罪判決が下った。ありがとうございます。